は鮭のちゃんちゃん焼きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はフライパン一つで簡単に作れる鮭のちゃんちゃん焼きを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、野菜をたっぷり使った美味しいちゃんちゃん焼きを作っていきたいと思います。フライパンで焼いて、そして蒸すだけなのですごく簡単に作ることができます。お酒のおつまみ、そしてご飯が進む簡単おかずです。作り方はすごく簡単なので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。鮭の切り身、キャベツ、玉ねぎ、人参、しめじ、味噌、調理酒、みりん、お砂糖、お醤油、すりおろし生姜、有塩バター、そして焼く時にサラダ油も使います。今回はこちらの材料で作っていきます。で、野菜に関してなんですけれども、ここにもやしをプラスしたりとか、あとはキャベツだけでも作れるので、お好みのものを使っていただいても OK です。今回ね、味のアクセントにすりおろしニンニクを入れます。こちらニンニクが苦手な方とか、ちょっとニンニクは今日控えたいなっていう場合は抜いていただいても OK です。それでは早速こちらの材料で作っていきます。ではまずはじめに野菜から切っていきます。まずはキャベツです。ちょっとね、太い芯がある場合はそれだけ取って、で切り落とします。はい、あとはざく切りにしていきます。切りやすい方法で OK です。でザクザクと切っていきます。で、この時もね、こういうちょっと太めの芯があった場合は取り除いてください。葉の部分はこのようにざく切りしてください。で、こちらね、芯の部分は薄切りにしていきます。で、芯の部分はこのように薄切りして使っていただくといいかなと思います。キャベツはこれで OK です。続いて人参です。人参はまずね、皮を剥きましょう。そしたら人参を立てて、まず1センチ幅に切っていきます。ですね、これを 2,3 ミリの幅に切っていきます。はい、人参はこれで OK です。続いて玉ねぎです。玉ねぎはこのね、ヘタの部分を取り除きます。あとは繊維に沿ってだいたい1センチ幅に切っていきます。はい、玉ねぎはこれで OK です。続いてちゃんちゃん焼きのタレを作ります。器にお味噌で、この味噌の種類はね、お好みで大丈夫です。ここにお砂糖、みりん、お醤油、調理酒、そしておろしニンニクです。で、これをよく混ぜましょう。綺麗に混ざれば OK です。で、この時まだお砂糖のね、シャリッという感じが残ってても大丈夫です。使うまでこのまま置いておきましょう。ではね、焼いていきます。まず鮭から焼いていきます。フライパンにサラダ油です。そして火にかけます。火加減中火で、まず油を30秒ほど温めてください。はい、で、そしたらね、鮭を焼いていきます。はい、まずね、片面焼き色がつくまで焼きましょう。はい、今ね、1分ちょい焼きました。焼き色がついたので裏返します。このぐらい、このぐらいの焼き色で OK です。で、そしたらこちら側もね、裏返します。あー、美味しそうですね。ではこのまま片面も焼いていきます。はい、片面も焼き色がついたので一旦火を止めてください。そしてこちらは一度バットに取り出しておきましょう。はい、こんな感じで美味しそうに焼き色がつきました。ではね、ここに出た油半分ほど拭き取ります。全部はね、拭き取らなくて OK です。そしたらバターを入れます。ここにお野菜ですね、まあ、ちょっとね、もりもりになるんですが、キャベツはね、特に炒めると縮こまるのでね。で、あとはここに玉ねぎ、そして人参、あとはしめじですね。これで火にかけます。ちょっとね、フライパンちっちゃくてモリモリになっちゃったんですけど、これね、20センチのフライパンなんですけど、皆さんはね、22、3センチのフライパンがあればそちらでやっていただくことをおすすめします。で、これで中火でね、ちょっと油を回しながら炒めていきます。はい、炒まってこのぐらいしんなりしました。このぐらいね、野菜が縮まります。7割ぐらいね、火が通れば OK です。そしたら一旦火を止めます。焼いておいた鮭を戻します。よいしょ。先ほどね、作っておいたこちらのタレを回し入れます。
はい、OK です。そしたらもう一度火にかけます。で、火加減弱火で蓋をします。で、このまま5分蒸し焼きしましょう。はい、5分経ちました。蓋を開けます。じゃじゃーん、わー、美味しそう。こんな感じに仕上がりました。これで完成です。で、食べるときは鮭の身をほぐしてお野菜と絡めながら召し上がってください。はい、これで鮭のちゃんちゃん焼きの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後ね、上にバターをのせました。こちらはお好みで OK です。はい、こんな感じでね、味噌もしっかりと染み込んで、鮭もふっくら焼き上がって美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。それではいただきます。美味しいし、ご飯が欲しい。美味しい。鮭の脂の甘みもあって、お野菜がね、それを吸ってすごく美味しいです。この味噌だれがいいですね。やっぱりバターとね、この鮭もすごく合いますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の鮭のちゃんちゃん焼きのポイントです。まずお野菜なんですけれども、キャベツはですね、ざく切りにして、玉ねぎは繊維に沿って1センチ幅に切って、で、人参をね、短冊切りにしました。あとはですね、しめじを入れたんですけれども、ここにもやしとかをね、プラスしていただいてもいいかなと思います。お野菜の量に関しましては、お好みでね、増やしていただいても OK です。そして鮭を焼く時のポイントなんですけれども、薄くサラダ油を敷いていただいて、両面焼き色がつくぐらい焼いていただければ OK です。だいたい6割から7割ぐらいね、火が通ってれば大丈夫です。その後ですね、鮭は崩れないように一旦取り出していただいて、出た油をね、半分ぐらい拭き取っていただいて、その後バターを加えてお野菜を軽く炒めてください。今回ね、私はちょっとね、20センチのフライパンを使ったんですけど、20センチのフライパンだとちょっとね、炒めにくいので、22、3センチぐらいのフライパンがあるといいかなと思います。お野菜に少し火が入ったら、鮭を並べていただいて、その後に特製の味噌だれをかけてください。この味噌だれのかける量なんですけれども、しょっぱいのがお好きな方とか、あとはね、薄めの方がお好きな方もいらっしゃると思うので、量はね、調整してかけてください。あとはそのまま蓋をして弱火で5分蒸し焼きするだけなので、とても簡単に作ることができます。そして召し上がるときは、鮭をほぐしてお野菜と混ぜて召し上がっていただけたらと思います。ご飯のおかず、お酒のおつまみにもぴったりです。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は鮭のちゃんちゃん焼きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。